こんにちは、作りおき食堂のまりえです。今日はじゃがいもがホクホクに美味しく仕上がるミルフィーユ肉じゃがの作り方を紹介します。では材料を紹介します。ではミルフィーユ肉じゃがの材料を紹介します。じゃがいもは皮ごと2個、豚バラ肉、砂糖、醤油、みりん、酒を使います。じゃがいもはよく水で洗った後、芽を取り除きます。皮ごと使いますので、よく水で洗ってくださいね。芽の部分には毒がありますので、必ずくり抜いて取り除くようにしてください。ではじゃがいもは5ミリの厚さに切っていきます。もう1個のじゃがいもも切ります。では豚バラ肉は5センチ幅くらいに切っていきます。では耐熱容器に調味料を入れて混ぜ合わせます。砂糖は大さじ1、酒は大さじ2、みりんは大さじ2、醤油は大さじ2入れます。はい、そうしましたらこのように左右にで砂糖を溶かします。そうしましたらミルフィーユしていきます。では重ねていきます。じゃがいもはこのように薄く切ってもレンジ調理なら煮崩れないので安心して作っていただけます。じゃがいもにつき1枚につき豚バラ肉を1枚か2枚重ねます。豚バラ肉の旨味を吸って美味しくホクホクに仕上がります。はい、重なりましたら耐熱容器の中に入れます。芋も1つにつき1列使う感じですね。はい、ちょうどお芋1個で1列という感じです。では2箇所に隙間を開けてラップをかぶせて600ワットの電子レンジで10分加熱します。ではラップを剥がします。豚バラ肉にしっかり火が通っているか確認します。しっかり火が通ってますね。もしもピンクっぽい部分があるようでしたら追加で1分以上しっかり火を通すようにしてください。では無水ミルフィーユ肉じゃがが完成しました。今日はミルフィーユ肉じゃがの作り方を紹介しました。じゃがいもは薄く切って豚バラを挟んで加熱することですごくホクホクに味が染みて美味しく仕上がります。ぜひ作ってみてください。実際作っていただきましたらラクシピでタグ付けしていただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。またね。